iOS 9から搭載された新しい機能が気になるので、皆様にご覧いただきたいと思います。まずですね、スポットライト検索を使って、この周辺というものを検索できる機能なんだそうです。現在私の環境では再現できていないのですが、皆様はいかがでしょうか。まずはですね、設定アプリを開いていただきまして、そちらの一般、そしてスポットライト検索へ進み、そのスポットライト検索の中で、Siri の検索結果と、標準のマップをオンにしてください。そうするとですね、ホーム画面から左にスワイプした時に出てくるスポットライト検索の部分にこの周辺というものが出てくるそうです。現在ですね、標準のマップアプリの中に、そのようなボタンっていうのはね、表示されていませんが、検索の方に、サンフランシスコなど海外なところを入れると表示されるということがアップバンクさんの記事で、伝えられております。私の環境では再現できておりませんが、皆様いかがでしょうか。